3分でわかるスカウト解説。圧倒的ナンバーワンでスカウト回数をこなしている私が解説します。確率等の細かいデータの確認は各自で一時停止を活用していただきたいと思います。まず戦績は5種類あります。具体的な数値は画面に載せておくので一時停止してご覧ください。戦績に応じて基礎能力の割り振りが抽選される仕様です。割り振りに関する具体的な数値も画面に載せておくので一時停止してご覧ください。そこからさらに選択した地域に応じて補正が入ります。これらの戦績と能力ゲージを把握した上で最低限理解してもらいたいことを次にまとめます。能力ゲージは高打、長打、走塁、守備に分かれていますが、この守備は特に気をつけてください。スカウトでの守備は肩、守備、捕球の平均値を示します。ここまで理解いただけると次の地域補正の話がスムーズに入っていくかと思います。地域補正のプラス1とかマイナス1って何という話ですが、能力ゲージが1段階上がったり下がったりを指します。つまりオレンジが赤になったり黄色になったりするという話ですね。実は地域補正がない限り能力ゲージは赤までしか行きません。逆に最低は緑までで、青やピンクのゲージは補正が絡んで初めて出現するんですね。スカウトで声をかけるタイミングで最後の抽選があります。当たり外れの判定がありまして、合計5パターンの変動があります。この変動は入学式まで確認できませんので、入学式でドキドキの答え合わせになりますね。さあ、これであなたもスカウトマスターと言いたいところですが、あえて最も大切なことを最後に残しておきました。鋭い方はお気づきでしょうか。栄冠9では一つの特殊能力があるだけで試合の結果を左右する存在になり得ます。今回は絶対取るべき寸評、かなり優先度の高い寸評、原則取ってはいけない寸評に分けて説明します。特に高リードが光る選手はキャッチャー B 以上が確定するため、たとえ能力ゲージが最低値でも飛びつくレベルのぶっ壊れ寸評です。ぶっちゃけ圧倒的ナンバーワンです。これらの寸評はよほど能力ゲージがひどくない限り取って良いかと思います。この3つ、3大ゴミ寸評、特に初心者のうちはよく引っかかるため、この寸評はよほどの事情がない限りは避けるようにしましょう。この動画を参考にすればさらにスカウトが楽しくなり、楽しい入学式を迎えることができるので試してみてください。今回の解説が少しでも参考になったと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、通知オンの設定をよろしくお願いいたします。